あれ？あいつ一回倒したことあるな。あれ、あいつあのままやったら絶対倒せるわ。やろうぜ。うえ。いやー、うそー。そんなことあるやばい、調子だった。いや、それはひどい、それはひどい。いや、これはどうする、やばすぎる。どうも皆さん、こんにちは、ケッツンです。ということで、セキロ続きからやっていきましょう。前回ね、アシナ城本城ミコちゃまがおるところですよ。謎の軍団に襲われて、アシナにもともといた武士たちもやられていくっていう、もう胸熱なっていて、あー楽しい、あー今超楽しい。もうやっちゃおう、やっちゃおう。わ、しかもアイテムとかも配置直されてない。油、こんにちは。新入社、言うてお前ら敵やったからな。侵入者とか言うてますけど、ここら辺上にさ、カラスとかいたけど、はっ、カラスもやられてるやん。うわわわわわわわ、誰かに見つかった。え、戦ってる。ああ、いや、あっつ、あちちあちちだな。うわわわわわ、敵対してるわ。こんなあった、ダークソウルで。クグツを使ってるわけでもねえのに。熱っ！あそこにもいるよな。うわぁ、うわぁ、熱っ！あっちいな、これ。ええやぁ、楽しくなってきた。こんにちは。おー、どうした、どうした、城守らんと。お、こいつ生きてんの。こんにちは。あれ、どうした、どうした。さあ、いざじ、またてめえか。俺の流水の動きについてこれるかな。うん、バカが、焦ったか。さっさっ、うん、やべやべ、3体同時討伐、やばい、これはまずい。うわー、この同時討伐はやばい。で、忍者言うてあれでしょ、ここ上来られへんやろ、こいつら。来れるん、これ。もうついてこいや。あー、来れへんね。なるほど。え、じゃあ中の侍死んでもうてるんかな。ちょっと一回中入ってみるか。こんにちは。え、やばあ、これやばい、やばいやばい、マジやばい。ちょっと待って、赤鬼おる、赤鬼おるやんか。マジやば。あ、これ新しい旗立ってる、霞、これなんかわからんけど、やば、ちょっとこれはまずい。一人クグツで操るか。3体寄ったよな。まず1体操ろう。うら、うん、クグツの術で、ここもう一人、奥にもう一人、よし、こいつらを、うん、操るんや。さあ戦おうぜ、共に2対2よ。時間に限りはあるが、うらー、ボケが、うん、よいしょ、うん、俺が体幹ゲージを食べる、ナイス、うらうらうら、こいつはやれる、やばい、まずい、くそー、くそが、あぶね、あぶね、早く、早くやってくれ、よし、まずは一冊、ナイス、どっちか、どっちか先、うら、俺が後ろから援護する、カバー、お前らこそ死ねや。よし、強い、いやー、めっちゃ強いわ。これこっち側からは開かないパターンね。いやー、この赤鬼めっちゃ強くなってそう。あれ、あそこにはしごなんかあったっけ。なかったよな。ほう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 、竹でできたはしご。あれ、旗が降りてる。わーってカラスで突っ込んできたやつ。うん、なんかいる。うわー、薄いだ、マジで。いや待って、しかも、うわー、やばい、こいつ、あー、こ、知ってるわ、お前一心に、しこたまやられてたやつじゃねえか。いや、マジ、間違いない、間違いない、薄いな、これ強すぎる。待って、一回撤退。狼もついてきてんのか、まずい。
さすがにここはついてこれないやろ。薄井がモブキャラで出てきてる。3年前のなんか三重の塔とかですげえ苦戦した敵や。え？え？キモ！キモすぎる！三人おるやん！嘘やろ？さすがに忍殺できるよな。ほんでさっきの薄いどこ行ったん？狼と一緒におったやつは。消えてった？あー、落ちたね。なんか勝手に死んでったわ。経験値入ったわ。いや、これいける。こいつだけは。倒す！やばい！後ろのやつだろ。わかってる。いやー、くそ！かかったか！うわー！あー、技のパターンは同じだけど、ダメージ量が尋常じゃねえ。いやー、あとあいつもう少しなのに。うっ、よっしゃ。うわ、やべ、まあ、いやー死んだ。くっそー、いやまずいな。うわ、バレるかな。バレへん。おら、うん、あいつ誰だ？4体いんのが。上のやつやばそうだな。あいつはちょっとに忍殺したくない。タイマンでぶち殺したい。狼がいる。やべ、バレた。くそ、やべ、あー、狼、いやー、お前配置がいいな。いや、まずい。うわ、強そう。ちょっとこんな奴らにボケが。これ一回上行ってもうていいかな。もう一回セーブしよう。セーブするしかねえ。どっかにセーブがあったはず。ここから中に入れるようになってる。うわ、大丈夫か。なんや、いった。話してる途中やぞ。こんにちは。あ、やばい。あ、やばい。やばい、やだやだやだ。ちょっと無理、絶対無理、絶対無理。一回撤退する。オオカミ従えてんのかっけえな。オオカミは多分弱え。よし、こいつをやろう。よし、やばい。ちょっとためがあるな。わかりやすいっちゃわかりやすい。待って、挟まれてる。うん、あの頃の俺とは違うんだ。体幹ゲージも強くなってる。うん、うん、よいしょ。やばい、うわー強っ。マジで薄いのままや。これ気づく？気づくか。うっ、よいしょ。クソが、お前の蹴りごときで。よし、弾いてるっちゃ弾いてる。おら、もらった。うわ、どうや俺の流水の動きは。しゃあ、もらった、おいしい。よっしゃあ、死ねや。うお、初めて倒した、ちゃんと。いや、これ雑魚。気づくの？しかも狼も薄い化してるやん。うらうらうら、よいしょ。狼ちょっとじっとしてて、吠えないで。ナイスナイス。これバレてない、バレてない、バレてない、バレてない。ほら、よっしゃ、バレてない、最高。うわ、こいつ臨殺できる。しゃあ、あれ、あいつ死んでった。
あれ戦いたかったんやけどな。死んでったな。残り2体。よし。まあ、あとは、くぐつで、いけるでしょ。1体くぐつで、やべ。2対1でいく。ほら、くぐつの術。さあ、2対1だ。勝負しようぜ。いや、いけ。やばい。さあ、この蹴りちょっと。いや、ナイス。争え。俺も後ろから切る。後ろから切りまくるわ。よっしゃやれ、ナイス。うわ、大会ゲージめっちゃ溜まるやん。ほらほら、よっしゃナイス。あー、おったこいつ死んでたよな。で、こっち入ったらボス戦やったから行かへん、まだ。かこんにちは。巫女様とヘマ殿が狙う。分かった。お主に頼むことは全く尺じゃ。ああ、この方も亡くなってもうた。これ誰だ、天狗じゃないよな。最初に一心に仕えていたカラスみたいなやつやない？なんかオープニングで流れてきたやつじゃなかったっけ、俺が腕切り落とされた時の。ほんならここの侍とかもどうなってるん？あ、侍はまだ健在や。は？ますます分からへん。どういうことですの？あ、経験値79ってことは昔ながらのさ、え、全然違いますよ。いや、あいつは忍殺できる。よし、できるやつは忍殺していこう。経験値の量がもう10倍ぐらい違うもんね。686と70何歩やろ。ここはまだ侍生きてる。生きてる侍もいるな。やべ、うん、よいしょ。これ侍たちで争い合うんじゃない？侍たちで争い合え。あ、争い合う。うわ、いいね。見たい。うわ、すげえ、特等席や。うわ、侍勝てる。頑張れ。うえー。いや、薄い強いな。さすがだな。言うて、うわ、めっちゃ削る。さすがに2対1だから薄い負けそうではあるけど。うわー、きえー。あれ、あいつ一回倒したことあるな。俺が最初に落ちた井戸底に観光に来てたやつやろ。あれ、あいつあのままやったら絶対倒せるわ。やろうぜ。うえ、いやー、うっそー、そんなことある。やばい、調子だった。いや、それはひどい。いや、ま、いや、これはどうする。やばすぎる。 What？ いや、鬼畜すぎるぞ。いや、落ち着け、落ち着いていくしかない。いや、一回切られただけでこのダメージ量はマジでやばい。ちょっと待って、マジでやばいぞ。うわ、爆竹が、うわ、くそ、うわ、爆竹使った瞬間に死んでもうた。爆竹使う一瞬の間が惜しい。爆竹、よし、切るんだ。もらった。やーべー、一瞬しかもらえねえ。こいつらマジでやばい。尋常じゃねえ。ゴリラっていうレベルじゃねえ。あ、なにこれ、なんだこれ。うわ、くそ。いや、なんかわけのわからんタブが開いてもうて操作できんくなった。いや、これマジでやばいね。そろそろというか、いよいよこのスキルとかをちゃんとやらないといけない時代になってきたんじゃない。それはそれで嬉しいけど。これは空中義手人具、空中で義手人具が使える。
いや、これ結構汎用性高いんじゃない？さっきの爆竹、正直辛いところあったからな。これ、取っとこう。んで、なんか流水みたいな技あるやん、これ。浮き舟渡りか。これ繰り出す時のラグが、ちょっと命取りやったな。雑魚的っていうか、怠慢だったらいいけど、やっぱり旋風切りが安定だわ。旋風切りが安定。で、じっちゃんよ。じっちゃんにアンロックして、あれ？エマ逃げてこれてるやん。おい。おい貴様。巫女はどうした？狼殿もいらしたのですね。私は仏を彫る音を聞くのが好きで。おいおい。時折ここを訪ねるのです。何の話してんねん。何の話してるん？一応世間っていうかそのゲームの設定ではアシュラの城っていうところは燃えててやな。でアシュラの城のとこにエマと巫女様おったやん。お前おってん。何くつろいでんの？ではまた。違う違う違う。なんかそういうのはないの？一悶着。今襲われてるからうわーやばいみたいな。私はかろうじて逃げてきたんですが敵なノリじゃない。狼殿もいらっしゃ私はほあーもうダメだ。こいつ悟ってはるちゃんと囚われとけよな今はまだええけど、助けに行くから一応ちゃんとゲームの設定に従え。貫通してるもんなマジか。忍殺できないときついぞこれ。とりあえずアコウの御霊おろしで、牛吾の御霊おろし、月隠れの雨行こう。バレてない。うわー、美味しい。いや、しかもちょっと待って、今操れたな。敵操れたぞ。いや、これ絶対勝った。もうもらったわ。怠慢なら負けねえよお前ごとき。あー、よし来た。さあ共に戦おうぜ。残念だったな、貴様が配置したその敵逆効果になるとは思いもしまい。いてぇ、俺ごと、いや、いいよいいよいいよ、俺ごとやっちまえ、俺ごと、オラ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 、レンダゲージャーバカー、邪魔ー、邪魔すぎお前に丸ボタン押したわ、ふざけんなお前。やばい、1ゲージは持っていける。よっしゃ、いやー今の当たったの。よし、これはもらえた。俺の方が早い。うわ、来い。よっしゃ、一殺。アコウの御霊おろし。よし、いや嘘だろ、マジか。落ち着いていけば大丈夫。何回も見れば貴様の攻撃など効かん。あー、これやってしまった。これはマジでやばい。うわ、挟まれた。よっしゃ、おいしょ、おいしい、おいしい、おいしい、これは効かん。よし、おいしい。いや、これは危ない。うわー、連撃か、まずい。もういいや、よし、やべ、うわー、その技は一回見た。これはかわす。よし、二回だけ。忍殺ゲージじゃない、体感ゲージ一回下ろそう。さあ来い。来ないのか。じゃあ俺から行くぜ。うん、いや、これ毒ゲージ。はい、お疲れさん。よーし、3回いける。こっから、うん、合わせて。やべ、合わせれない。いや、これ毒ゲージやばい。よいしょー、もらった、おいしい。いやー、これかぶった、ダメだ、ダメだ、全部食らってる。危ねえ、ほら、し、よし、一回リロード。やばい、うわ、これまずい。いや、行ってもうた。うわー、中毒。いや、押し切れる。いや、押し切れん。ガーン、落ち着いて。やばい、何ここ、何ここ、それはない。まずい、
毒消し飲んで、うわあ危ない、弾薬、うわあ、体幹ゲージ戻しなかった、いやこれ毒ゲージ、うー2回、あーこれいける、うわいけなかった、もらった、いや毒、うわやばい、いやまたかよ、やばうわちょっと油断してた、うわ毒ゲージ溜めてくる、いや、うわ危ない、よし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 、これは倒せ、おらもらった、うよっしゃあ危ねえ危ねえ、うわきつい、弾薬も氷炭もゼロ、うわやば、むちゃくちゃ強い、正直言ってやべえなこれ。